ロマンマイディアボーイ、この曲はですね、一作品目のアイラバイツオライトとはまた違ってかなりハードなロック調の曲なんで、私もともとロックな曲好きなのですごいわかっこいいなって思った曲なんですけど、でダンスもすごいなんていうんですか、ダンサブルと言いますか、結構スピード感あふれる曲で、ダンスもすごい好きな曲なんですけど、この曲でですね、実は裏話がありまして、私この当時、自分で髪の色をちょいちょい変え出した時期が多分ここら辺からだと思うんですけど、マネージャーさんに内緒で髪の色をですね真っ赤にしたんですよ。で真っ赤にして、でそれで PV の前日にマネージャーさんに会う機会があって、その日に、次の日もう PV だったんですよ。それは赤くなってる私を見てすごいやっぱ怒、もちろんですよ、怒られて、真っ赤してどうしたのって言って、染めましたって言って怒られて、小川明日 PV だから家で5回髪の毛洗ってきなさいって言われて、赤ってすぐ落ちるんですよ割と。なんで家で、そうやってなんか自分で染めた割には怒られて、夜に明日 PV だからって言ってシャワーをシャンプー5回してちょっと落として、たまたま幸いと言いますか、それでもちろん怒られるんですけど、メンバーにもびっくりされて、はい誠その髪っつって言って、すごいねって、周りのメンバー怒ったりはしないですよもちろん、だけどみんなにこう言われ、でその PV は映像を見、そうやって多分私のこの話を聞いて PV もう一度見てもらったら、多分あなんとなく赤いかもって思ってもらえると思うんですけど、ちょっと暗い PV 自体もちょっと暗めの印象なので、もしかしたら分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとこんなエピソードも控えつつ、もう一回見ていただけたらなと思います。